ホルヘマリオ・ペドロ・バルガス・リョサは、ペルーの小説家、アレキパ出身。ラテンアメリカ文学の代表的な作家であり、ジャーナリスト、エッセイストでもある。主な作品に、都会と犬ども、緑の家、世界終末戦争など。1976年から1979年、国際ペンクラブ会長。2010年、ノーベル文学賞を受賞。 重帝のルイス・リョサ、名のクラウディア・リョサは共に映画監督。1936年、ペルー南部のアレキパに生まれる。生活のために様々な職業に就きながら、リマの国立サン・マルコス大学にて、法律、文学を学ぶ。1958年より、スペインのマドリード・コンプルテンス大学に入学、同大学で博士号を取得した後は、 パリに渡り AFP 通信社などで働いた。また19歳の時10以上年上の義理の叔母と結婚しており、1964年に彼女と離婚した後、翌年にいとこにあたる女性と再婚している。1959年、短編集、ボスたちでデビュー。1963年に、初長編、都会と犬どもを発表し、同作で、 ビブリオテイカブレーベ賞を受賞。軍人養成学校での体験をもとに、社会の欺瞞と腐敗を告発した作品で、将校が反発して本を焼却するなどして、国際的な注目を浴びた。1966年、ペルーのアマゾン地域などを舞台に、娼婦原住民、軍、総員など5つの物語が、同時進行するスケールの大きな作品。 緑の家を発表し作家的地位を確立。70年代に入ってからは、それまでのリアリズムによる全体小説的な作風が幾分変化し、軍隊社会を風刺したユーモラスな作品、バンタレオン隊員と女たち、スラップスティックな半自伝的青春小説、フリアとシナリオライターなどを発表している。この2作は後に映画化もされた。1974年にペルーに帰国。 76年から79年にかけて40歳の若さで国際ペンクラブ会長を務めた。1981年、ブラジルの19世紀末のカヌードスの乱を題材に、した、エウクリデス・ダクーニャ、奥チをリライトした世界終末戦争を発表、この作品で85年にリッツ・パリ・ヘミングウェイ賞を受けた。以後は、民話の要素を作品に取り入れた。 密林の語り部、ポルノグラフィックなママハハライさんなどを発表。1993年にスペイン国籍を取得。1994年にアンデスのリトゥーマなどの作品でスペイン語圏最大の文学賞セルバンテス賞を受賞した。バルガス・リオサはこの他にガルシア・マルケスやフロー・ベールを題材にした文芸批評やジャーナリズムの作品も手がけている。 他の多くのラテンアメリカ作家と同様にバルガス・リョサもまた社会、政治に対する発言を積極的に行っている。その政治思想は当初の左翼的なものから次第に保守的、自由主義のものに移っており、1987年にはガルシア政権の銀行国有化政策に対し共産主義的だとして反対を表明した。 1990年には、新自由主義的な改革を衝動する考えから、中道右派連合、民主戦線より、ペルーの大統領選に出馬したが、決戦投票で、アルベルト・フジモリに敗れている。その後、バルガスー差は恩恵的保守政党の支持に回っており、2021年大統領選挙においても、中道右派の慶古・フジモリの支持を表明した。2010年、 権力構造の地図と、個人の抵抗と反抗、そしてその敗北を鮮烈なイメージで描いたとして、ノーベル文学賞を受賞。1982年のガルシア・マルケスの受賞以来、長年の間有力候補とされ続けて、後の受賞であった。ペルー国籍のノーベル賞受賞は、史上初である。2007年のバルガス・リョサ、作家・バルガス・リョサ氏、慶子氏を支持ペルー大統領選。 ジジドットコム。ジジドットコム。二千二十一年四月十九日閲覧。ザ。ノーベルプライズインディテラチャー二千十。ノービールプライズ。二千十年十月七日閲覧。ありがとうございます。